こういう表を書くってことを言いました。サインシーターが3分の1ってこういうふうにやって第一証言第二証言ってことをやりましたね。でまあこれを参考に次はこれを言います。コサインシーターがマイナス2分の1の時にサインシーター、タンジェントシーターを求めなさいというのをやっていきます。で、コサインシーターは、はい、上司君一番遅れてきましたから聞きましょう。はい、縦横どっち？横だね。だから、このところに線を引いて x がマイナス2分の1、そうだね、x がマイナス2分の1ってここです。そしたら、その時にちょうどこれとこれ、半径は絶対1ですからこうなります。そしてこれ xy とした時に、はいはい、ここからの角度がこれが θ、これが θ ということで、まあよくこういう時に θ1、θ2 とか言って分ける、ちっちゃな字変えて分けます。そうね、θ が2つだったら分かりにくいよね。だから θ1、θ2 と書きます。で θ1 はこれは、はい、上智君第何証言？θ1 は θ1 は θ1 に第一証言と第二証言、あららららららら、そこで誤解する。君はまあいい感じでやってくれたんだけど、さっきは、まあ、あなた遅れてきたからだけど、こっからここまでが第一証言、こっからここは第二証言、こっからここは第三証言、ここはこっからここは第四証言だということは θ1 はじゃあ第二証言、第一証言だね。1だから第一証言じゃないんだよ。まあ一つ目の答えってことでこれは第二証言だと。はい、じゃあ θ には、θ には第三証言、そうだね、第四って言っちゃダメだよ、第三証言です。こうですね。でちなみに x 軸 y 軸、 x 軸 y 軸は証言に入れません。いいですか。90度とか0度とか180度や270度というのは証言に入れません。いいですね。だからこうなって、第2第3でございます。そして今分かっているのはコサインシーターがマイナス2分の1、マイナス2分の1でございます。そこでサインシーターとタンジェントシーターを求めましょうというふうになります。はい、じゃあ、今から、聞いてみるんですけど、あ、そしたら、あ、じゃあ、高専さん、はい、サインシーター求めるけど、この三角形と書き出すね、こうなってるよね、シータ1番、まあ、これセンターとかのこういうふうに書き方するんですけど、1ですね、マイナス2分の1ですね。そしてこれ垂直に落としてますけど、これがサインシーターですね。はい、どういう式ができます？マイナス2分の1ってした方が、あ、この子分かってるねになるかもしれないね。はい、どうぞ。まあ1の字だね、ここもね、こう書いておくからね。そうすると、サイン事情シーターは、どうなるのかな、1から4分の1だから4分の3、これいいですか。でサインシーターはプラスマイナス2分のルート3になります。これよろしいでしょうか。いいですか。でそうなると、プラスマイナスって答え出てるけど、こっちはプラスだね、どう見てもプラスだね、これはね。だからこっち側が2分のルート、3、こちら側がマイナス2分のルート3ですね。これ分かりますね。いいですか。だから第二証言の方の答えが2分のルート3、こっちがマイナス2分のルート3、こうなります。はい、じゃあ、再度チャンスを与えるよ、君に。セナさん、タンジェントシーターはどうなるのかな。はい、第二証言の方はもう一回いくぞ。コサインシーター分のサインシーターがタンジェントシーターだね。で、コサインシーターはマイナス2分の1。で、サインシーターは2分のルート3。はい。そうだな。大丈夫か？やっぱりね、その辺がまだ慣れてないけど、まあいい感じで間違えてくれました。ちゃんとよろしいですね。じゃあ第三証言は、そうね、プラスルート3ね。ちゃんときれいにメモってね、後で。間違っちゃダメよ、もったいないからね。まあここで間違ったらショックだけどね、ここで間違ったら間違えるけど、ここまで合ってて間違ったらショックだからね。いいですね。ちゃんとコサイン分のサイン、そしてこういう二重の分数ね、半分数っていうんですけど、こういうふうなやつは言葉はどうでもいいんで、こう計算するってことをちゃんと毎回練習していくうちに暗算できるようになります。いいですね。はい、
で、疑問点あります？ここまで大丈夫？一気に先に行きますよ。大丈夫？でね、次行きますけど、あ、でね、ちょっとちなみにここでね、ちょっとだけ教えましょう。このシータ運転、何度だろう？何度だろう？シータ2って何度だろう？布施さん、シータ運転何度？この角度。分かんない？ジョージ君。うん、120度。おお、なぜか。コサイン、三平方の定理で、うん、1対2対ルート3だから。おお、今はね、ちょっと一応書くね。彼の言葉を訳しましょう。布施さんよく聞きなさいね。ここがマイナス2分の1で1で、2分のルート3だ。ってことはこれは21ルート3の三角形だって言いたいんだな、君は。はい、おう、そうだな、全部かけ2倍してもいいんだよな。比は一緒だからな。そうだな、まあ、マイナスはちょっと無視して1ルート32だ。さあこれ何度？60度だな。だからこの角度θ1 は120度と言います。いいですか。でこれはどういうことかというとですね、今からちょっと余計な話なんだけど、コサイン x がマイナス2分の1の時に x は120度って答える。これを三角方程式で言います。これ3限目でやります。ただ一応今言っておきましょう。3限目でやるんですけど、だから次回の授業はこれです。いよいよ方程式を解きます。でもこれってもう一個あるよね。シータ2もあるよね。じゃあシータ2はいくら？ジョージ君。シータ2の120度。うん、傾くわね。おい、これとこれは違うやろ、どう見ても角度は。おいおい、ジョージ君、それは違うぞ。お前、これ120度って言ったじゃろ。はい、お前、これ120度？で、シータ2、どっからどうですか？はい、そこで基本的な話で。こっから、ここ。じゃあ240度。あ、そう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 。こうね、240度。わかる？ OK？ 当てずっぽで言うなよ。それダメだぜ。それはもう見えてるから。いいね。ってことは、今度はこっち側にできる三角形。ここはわかるね。60度でしょ？ 180 度と60度ってことよ。要するに、もう一個こっちなんだ。したら、これは180度に60度だから、ここは、180度に60度だから240。こういうふうに答えます。いいですね。これが三角方程式と言います。いいですね。じゃあこれはでね、今までこれはね、できるときとできないときが、例えばこういう三角形はできないぞ、345とかいうとき、この角度を求めるぞ、これは無理だ。これはね、表がいる、表がいる。でも、バット、さっき言った、まあ、こういうやつね、2、1、ルート3になってくれるやつ、こういうふうな比になってるやつは60度で、もう一つあるな、みんな分かりやすいやつ、1、1ルート2だ、こういうふうになってるときは45度で、こういうふうに分かりやすい角度もある、これ45で、これ60で、で実際はこれ半径1の円だから、全部ルート2で割ればいいんだな。こっちは2で割ればいいんだな。2で割ればいいんだな。まあだけどちょっと話難しくなるから一応言うけど、さっき言った1、1ルート2や2、1ルート3とかこういうのはしっかり頭をやらないとさっと出てこない。といって勘ですぐ全部120度って言ったらダメ。いいね。だからちゃんと考えてやったらいいです。じゃあここまで分かりますか？大丈夫？はい、じゃあメモってください。